はい、お待たせしました。では授業を始めていきます。今まさにいろいろな映画を見て勉強しているところなんですが、自分の見方が意味があるのか自信がなかったので今日聞いた視点でやっています。見た後たまにものすごく面白くなかった、時間の無駄だったと思ってしまうものがあるのですが、そういったケースから逆に学べることはありますか？楽しめなかったってことですよね。僕の場合はですけど、サブ劇ラジオを聞いてくださってるとすれば、割と最近話したことなので覚えてらっしゃるかもしれないんですけど、僕はまあ非常にこう自分を自罰的なんですよ、思考の仕方が。要するにその自分っていうのが、あんまり面白くない人間だと思っていて、で、罪悪感があるんですよ、ある事情でね。で、その罪悪感とともにずっと生きてきているので、面白くない映画に出会うと、これを作った人はそれを面白いと思っているのに、それを面白くないと感じている自分っていうものがまず何か誤解釈をしてるんじゃないかっていうふうに僕は感じちゃうタイプなんですよ。で、これは誤解しないでいただきたいのは、別にこういう考え方が立派とか偉いとかっていうふうに思わないでくださいね。それはなくて僕の個性なんです。ここすごく重要で、これは僕の個性で、武器でもあるし、すごくしんどい部分でもあるんだけれども、僕はこのものの考え方とか これを大事に、この後ろめたさとかっていうものと共に生きていくのが僕なので、これは僕は活用しないといけないと思ってます、この考え方を。思い込みとかじゃない、なくて。で、思い込みとかとは違うと思ってるからです。ですから、その面白くないというふうに思う映画と出会った場合に、それが無駄だったっていうふうに考える前に、作った人はこの話で何をやろうとしてたのか、それを自分は見落としてないだろうかとか、あるいはその面白、それを面白いと思える、視点をもし僕が持てたらどういうことに応用できるだろうかとか、何かこう面白いことがさらに増えるんじゃないかみたいに考えちゃうタイプなんですよ。ですから、その基本的には日常的な習慣が、その考え方、すごくネガティブで重苦しい考え方に聞こえたかもしれないんですけど、これがずっと僕何十年もやってきてるおかげで実は筋トレになっていて、基本的に物事のいいとこを見るっていう癖がついちゃったんですよ、結果的に。その何て言ったらいいんだろう、こう、しんどいな、しんどいなと思いながら、人が面白がってる映画を自分がつまんないって思ってるって言って、それ自分が間違ってるのかもしれないみたいな自罰的になると、しんどいな、しんどいなと思いながら、ちょっとずつちょっとずつ筋トレしてったら、結果的に今、何でも面白く見えちゃうっていう状態になってるんですね。だから、例えば、時間の無駄だったっていう映画を最近ので思い出して多分説明すれば一番いいんでしょうけど、時間の無駄だったっていう考え自体が出てこなくなっちゃってるんですよね、もう。筋トレしすぎて。だから、必ず、なんかいいとこが見つかってしまって、で、そのいいとこっていうのをいいと思えているってことは、それは吸収できることっていうか、覚えておきたいんですよね、楽しかったことだから。で、嫌なことをすぐ忘れてしまうんですよ。だから、そのつまんない映画と出会ったってなった時に、そこで止めてないから、結局なんつったらいいんだろうな、嫌な映画と感じたものは覚えてないというか、でも嫌な映画と感じるほど合わないっていうものにあんまり出会わないんですよね。だから、何か学べることはありますかということで言うと、例えばじゃあなんで面白くないと思ったのかということを考えてみるのはいいかもしれません。で、それを例えばそれは多分お話が面白くないんだったら、例えば中心軌道を起こしてみて、でここにでキャラクターに乗れなかった、中心軌道は面白いはずなのにキャラクターのこの一言が許せなかったとか、自分と合わなかったみたいな。そしたら、それはなんで途中まで応援できたキャラクターがこの一言言ったことが許せないみたいになったとしたら、そこには実はもしかしたらあなたの作家性の種が隠れてる可能性もあるし、その不快感みたいなものが次にその物語を動かしていく、キャラクターを動かしていくヒントの種になるっていうようなこともあり得るかもしれないですよね。だから、なんていうのかな、こう、
僕はやっぱり作り手だし、作り手をサポートする仕事をしてるので、基本的にその一つでもストックは多い方が、まあ、武器は増えるんですよ。なのでつまんないくてうまくいってない映画があったとしたら、あのもし一緒にやってるプロジェクトの作品がうまくいかなくなってきたときに、実は同じようなうまくいかなさをたどってるんじゃないかっていう風な気づきとしてストックに使うということもあるかもしれません。でもだとしたらそれはもうただ不快な映画っていうよりも、もう十分役に立ってくれてる、恩返ししてくれてる映画だなっていうふうにも思ったりするんですよね。はい。なのであの感じ方とその映画の中で起きてることっていうのは、あの感じ方、あの感じ方っていうのはすごい宝だと思うんですよ。あなたにしかない感じ方だから。だからそれとその作品の中で起きているあのうまくいってない構造上の問題っていうのは、多分どっちも価値があると思うので、まあ、そういうような形でちょっと、なんていうのかな、こう最後まで見て、で、まあ、もし時間があればあえてもう一回見るっていうようなことをすると、意外といろいろヒントになったりするかもしれないというふうに思います。